はい、さっきのファンタジアから11分、ここは六方五差路というらしいですけども、この5ウェイインターセクションというね、ご表記は初めて見る気がしますね。そろそろ四つ街道市に入ってもいいような気がするけども、ここはまだ千葉市のようですね。何区だろう、稲毛区、緑区、若葉区わからん。はい、来ましたね、四つ街道市、ということで、まあ何もないところですけどもね、ここから四つ街道市に入ると、四つ街道市ですね、ここは私が来るの完全に初めてですね。もちろんね、列車で通ったことはありますけども、この四つ街道市と、それから今日この後行く八千代市は多分一度もないんじゃないかな。勝田台で乗り換えたことはありますけどもね、あれはどっち、桜市わかんねえ、桜市は一応行ったことあるんですけどもね。はい、四つ街道はあれ市役所とかはどの辺なんですかね、全然調べなかったな。そう、四つ街道駅も使ったことがなくてね、まあ、今日この遠征で最初はまあ使う案もあったんですけども、次のゲーセンに行くにはね、今バスを使った方がいいということで、四つ街道駅は今日はスルーという感じになりますね。なんか ありますかね、四つ街道の特徴、なんか特産とかね、毎度予習をしてないんですけどもね、まあなんか、補足しておきましょうか。はい、いいですね、三列に便利な駅地下式場。さっきのゲームファンタジアから21分ほど歩いてますね。その次の、その看板の先のところを左ですかね、斜め左という感じ。東関東道は四つ街道インターがあるのか、交差点名は特にないのかな、すぐ右側はね、鉄道でもう正面にあれ駅が見えてますかね。で、私はこちらですね、正面に洋華堂が、あれかな、先ほどのファンタジアから32分かかりましたね、正面こちら洋華堂です。まあ、これが普通に正面の入り口からでいいのかな。この中にね、ポニーボニーなんかそんな感じのゲーセンが入っているらしいのでね、行ってみましょう。はい、こちら洋華堂出てきました。こちら市役所側入り口ということで、市役所がどれどれかな、わからないけど、多分こっちのそのなんか茶色っぽいやつですかね。まあ、適当に言ってみますか。ポニー、ゲーセンは、一応メダルゲームありましたね。シングルメダル機はないんですけども、プッシャーが、加藤ちゃんのやつと、あとはどこでも一緒ですかね。はい、それとあと証券のポーラショットですかね、ちょっと名前違うかもしれない、なんかメダルで遊べるパチンコみたいなのが、あって、まあ、遊んでる方がいたのでね、写真は撮れなかったんですけども、それはちょっと私見たことない気がしますね。はい、まあそんなとこですかね。それですよね、多分ね。まあ一応市役所もね、まあせっかくなら、ね、この動画に収めたいと思っていたので、この近さは、助かりますな。はい。で、この辺ではね、もう一店舗、多分そっちの方向、まあ先ほどのね、その洋華堂に面していた道沿いに、あるはずなんですけどもね、まあそこだけ行ってから、バスに乗るという感じになりますね。はい、こちらですね、四つ街道市役所、そしてまっすぐ行ってその先を左の方が近そうなので、そちらから行きたいと思います。これはちなみに四つ街道市文化センターのようですね。はい、今突き当たりを左に曲がったところですが、すげえ逆光ですね。この右奥ダイソーとサンドラッグと書いてあるので、なんかね、もともと核となっていた店舗が抜けたような、商業施設っぽいやつがありますけども、その中に、ゲーセンがあるようですね。この 150m 先じゃなくてその手前で、もうその辺からちょっと入りたいですね。はい、こちらのね、M2 プラザを出てきました。そこにもゲームランドキッズパークとありますけども、まあ、一応ね、一応というか、まあ、2階と3階にそれぞれ、まあ、ちょっとしたゲームコーナーがあって、2階の方はね、まあ、普通に機種動いていたんですけども、3階の方はなんか立ち入り禁止でしたね。まあ、ある程度古い機種もありそうな感じでしたけども、ちょっとレア度とかわからないですね。メダルは全然なかったです。で、ちょっとね、バスの時間が合わないので、まあ、今、軽く休憩もしてきたんですけども、今4時41分ですね。
で、ちょうど今そのなんか大型車に隠れてしまいましたが、そこに M2 プラザ前というね、バス停がありまして、そこから、乗っていきます。40番の勝田台行き、勝田台駅前行きとかですかね。はい、だから乗るバスが4時43分ですね。まあ、多分あると思うんですけども、それがね、一応予定ではまあ真ん中というかね、まあ普通に行けば4時3分のに乗れるだろうと思っていたんですけど、結局そこから40分遅れですね。で、思ったよりね、あの途中のゲーセンが充実していたせいで、まあまあそのゲームのプレイ動画を撮った分遅れたという、そんな感じ、はい、そこにありますね。もうだからあと1分ぐらいで来るはずですけども、バスが見えない。これ乗れないですね、ここにいられちゃね。はい、5分遅れですね。こちら市図図書館で下車しました。18分ぐらい乗りましたね。ここは市図は、京成の市図駅というのがまあこの近くにあると思うんですけどもね、どうやら桜市のようですね、ここはね。はい、で、まず最初に行くのはその正面右側にある丸越ですね。ここは、ないというか情報はないんだったかな。まあただわからない、あるかもしれないのでね、まあ、とりあえず寄ってみます。この辺は割と新しいんですかね、開発されたのは。クレールシズ、はい、こちらワクワクワールドオープンということでね、この、まあ、一角ここだけですけども、プライズ機が10台ちょっとと、あとはモグラ叩き的なやつが1台ありましたね。ということで、まあ、普通にあったということで、やはり情報はなくても、ね、なんとなくありそうな店舗だと、まあ、それなりの確率であるという、はい、丸越新志津店ですね。では次は、ラッキー桜店かな。ここをね、まあ、右側ですね。その先に線路京成線が通っていると思うんですけども、それを越えた向こう側にあるみたいですね。ここは西志津というところなんですね。はいはいはい。で、そっか、ここは、桜市ですね。桜市で、もう少し、西側に行くと、勝田台は八千代市ということですね。さっきのところから3分ぐらいですね。正面、これが京成本線でしょう。なんか、千葉とか埼玉とかによくありそうな景色と思ってしまうけどもね。ここ右に行ったところに踏切があるんですかね。はい、そうですね、そこを渡りましょう。はい、今渡り終わった後でね、踏切が鳴り出しましたが、ここ正面、この道は、国道296号線だそうですね、地図によるとね。全然知らない道路という感じですけども、まあゲオはいいや。もうこの先ですかね、マックのところ、あ、そうですね、看板があるじゃないか、ゲームラッキーとありますね。ラッキー桜店、ここはメダルゲームはどうですかね。まあでもそれなりに広そうなのであるかな。はい、ということで、まあ行ってみましょう。あ、いいですね、ちゃんとメダルって書いてありますね。地域最大級メダルゲーム、いや楽しみだなこれは。はい、こちらラッキー桜店出てきました。シングルメダルありましたね。シグマ系を中心に20台ぐらい、
まあ普通にね、ボナススピン Z とか、あとは、クール104のホイールとかもありましたね。はい。で、まあそれ以外もね、まあ特に競馬ゲームなんか多かったですかね。あとはパチンコ系とかですね。だからまあメダル地域最大級というのはまあ、合ってるんでしょうけども、まあ、シングルメダルとか、あのまあ人気のプッシャーとかでもなく、まあその辺で数を稼いでるという印象でしたがね。はい。あとは、まあ、若干のポーカーの配当が低いように見えたんですけどもね。まあ、私全然詳しくないんであれなんですけども。フリーディールのどちら、デューシーズワイルドの方ですかね。それの、赤黒4枚で、フリーゲーム7回とかいうのはかなり少ないと思うんですけどもね。なんか、そういうのが見えちゃうとね、他のね、ビデスローとかもかなり抑えられてるんじゃないかと思ってしまうのでね。なんか、うん、ちょっといまいちな感じもしてしまうんですけどもね。はい、まあ、そんなところで結局プレイせずに出てきてしまいましたね。はい。で、次に向かうのは、村上ですかね。この次ね、あの、京成で言うとも静江駅の次が勝田台駅で、東洋高速線の東洋勝田台駅というのもあるんですけども、その、東洋高速線でもう一駅ですね。多分3キロぐらい、3キロもないかな。まあ、だからここからまた結構歩くんですけどもね。そこに、また洋華堂かな、洋華堂だとすると今日、何回目かな。まあそう、あの、イオンと洋華堂はね、あの、この企画ではもう散々行き渡ってるのでね。そうそう。まあ、そちら。それから、近くにラウンドワンもあるみたいですね。今5時半ぐらいなんで、まあそこを、ささっと見て、東洋高速線もちょっと割高ですけどもね、それに飛び乗って、八千代緑が丘の、イオンモールに7時半に着けば OK という、そんな感じで。あとは、晩飯もどっかで食べたいんですよね。そう、もうね、8時を過ぎるとちょっと、あの、難民という感じになってしまうので、ね、それも含めるとなると、まあ、そのイオンモールのゲーセンまで、計5店舗ぐらいですか。そこでは遊ぶ余裕はほとんどないかなという、ところですかね。